ラッコのブロックプレゼンツ、ラッコの話で暇つぶし。ということで、このラジオは私ラッコが皆さんの暇つぶしに寄り添うべくゆるっと話をするラジオです。ということで、皆さんごきげんよう。おっと、おはこんです、ラッコです。はい、まあね、今日はちょっとイケボで配信していこうかなって思ってるんですけど、まあ最初にね、まあこういうイケボだってなったらね、どう、アブシュシュスって思った方いましたよね。でも違うんですよ、今日は安倍さんではないんです。はい、まあおふざけはね、ここら辺までにしておきますけども、ちょっとねイケボのお兄さんがね登場してしまったということなんですけど、まあなんでね、こんな最初にねイケボを挟んできたかっていうと、まあそれにはちょっとした事情がありまして、でまあそのね、理由っていうのをまあエピソードトークでね話すと思うんでね、そこまでちょっと皆さんね聞いてほしいなとか思うんですけど、まあちょっとね、変な始まり方してしまってね、僕もちょっと今困惑気味、初めて見たはいいものの、こっからどう言っていいのかっていう、ちょっとそこはねよく分かってない状況なんですけどね、まあとりあえずね、暑いですねいやー暑い、もうちょっと聞こえるかな、セミの声聞こえない、聞こえないかまあセミがね鳴いててね、めちゃめちゃ暑いですよね。なんかすごい暑い地域だってもう40度近いとこまで行ってますよね。僕の地域でももう34度とか行ってますから、めちゃめちゃ暑いんですよ。もうこれはちょっと異常ですよね。去年、まあ去年っていうかもうここ3年間ぐらい、影響でね、まあ外に出る機会がね少なかったっていうのもあるんじゃないですか。で今年からね結構解禁されてきて、みんな外に出るようになったりとかして、でなんかうだるような暑さに今絶望してるって感じなんですかね。まあでもね、日本ってねこうコロナがねこう蔓延してる時期でもね、やっぱ満員電車に乗ってね仕事行かなきゃいけないみたいな、その真面目なね国民性がね現れてね、まあ仕事とかで外に出る機会はあったにせよ、ここまでねその休みの日とかなんか長期連休とかでね、こんなにこう外に出て遊びに行くってことはなかったと思うんでね、よりこの暑さを身に染みてるんじゃないかなって思うんですけど、まあそんなねこう暑い中でね、ちょっとこの小話からねスタートしていきたいと思います。はい、まあこれはね前回かな、飲み会の話したじゃないですか。でまあそこでね仲間たちとこう飲んでね、酒に勝ったっていうね話をしたと思うんですけど、まあそのね飲み会に行く手前ですよね、駐車場に車を止めて、そのなんていうかな、居酒屋さんまでこう歩いて行ってたんですよ。でその歩いて行ってる途中で、なんかどこからかっていう声がもうすごい、なんかもうなんていうかな、重なり合ってみたいな感じで聞こえてきて、やべえ変態いるわと思ってつってもう変態がめっちゃいるわここやべえなみたいな感じで思ってたんですよ。で変態はどこだみたいな感じでね探しながら、ちょっとキョロキョロしながらこう歩いてたんですよね、居酒屋に向かって。でちょっと歩いたところに、なんか曲がり角の道があったんですよ、ちょっと細い道がね。でそこに差し掛かった時に、そのね細道の方をねちょっとパッて見てみたんですよ。そしたらそっちの方からっていう声が聞こえてきてて、でなんだろうなと思ってパッて見たら、マダムがもう3、4匹の犬を引き連れて散歩してたんですよ、夜にまあまあまあね、今暑いからね、夜涼しい時に犬の散歩させる、結構コンクリートってね50度60度ぐらいなってるらしいんですよ、日中とかだとね。だから犬もねやっぱりそれだと火傷しちゃうとかね、暑いしみたいな感じだから、多分夜に散歩してたと思うんですけど、それにしてもマダムがね4本その手綱を持ってね、犬がねこう散歩してるんですけどね、その犬たちがってずっと言ってるんですよまあ夜って言ってもね暑かったんでね、犬たちもね呼吸が荒くなってねっていうの声がねブワーって聞こえてきてて、で変態じゃなかったと思って
あ、犬たちがちょっと暑いからちょっと息を切らしてたんだって思ってね。まあ息切らしてたっていうか、犬ってなんでっていうかっていうと、なんか確かね、犬って確か体温機能調節がついてないみたいな感じなんですよね、確かね。だからそのなんていうかな、下ベロをこう冷ますため、こっから下ベラからこう熱を逃がすために、なんかあの息遣いをしてるみたいなこと聞いたことあるんですよ。だから多分あれは体温調節をしてるんだろうけど、でもその犬の姿がない状態でね、そんなね、あのへっへっへっていう声が聞こえてきたら、それは変態だと思いません？もうなんかね、酔っ払った人をね、こう狙うための変態がね、電柱から覗いててね、息を切らしてるみたいなね、そんな感じに思えちゃって、まあでも良かったですよ、変態じゃなくて。っていうね、だから結局その声の正体はね、3、4匹の犬っていうね。でもあの状況見た時僕笑っちゃいましたよ。マダムがもうもう手綱をねこう離したらね、犬たちがもう暴れまくるんじゃないかっていうぐらいね、犬たちもその血気盛んになってましたから。だから本当にあのマダムがね、手綱をねこう握ってくれててよかったなっていうね、そういう話です。はい。まあまあまあ、こういうね面白い話でこう暑さをねこう吹き飛ばして、この夏を乗り切りたいと思っているところなんですけど、まあここでちょっとねニュースが届いてるんでね、ニュースをお伝えします。ラコゾーさん、お願いします。はい、ニュースをお伝えします。 3D プリンター住宅人気、550万円で水回り完備物件も、すでに問い合わせ6000件。建築資材の高騰などで家を建てる費用が増える中、330万円で建てられる 3D プリンター住宅が人気を集めています。購入者を取材しました。以上ニュースでした。はい、ラコゾーさん、ありがとうございました。ということでね、まあ 3D プリンターってね聞くとね、結構いろんなものが作れるっていうイメージあるじゃないですか。でなんかコンピューターにその設計図みたいなのを読み込ませると、 3D プリンターがなんかバーってこう作ってくれるみたいな、そういうのあるじゃないですか。でそれでね、今回住宅ができちゃったということなんですよ。住宅が 3D プリンターでできるのっていうか、それ強度大丈夫みたいなね、地震来たら一発で倒れるんじゃないのみたいなね感じで思っちゃう方いると思うんですけどね。これね、あのどういうことかっていうと、まあ、3D プリンターがねこう少しずつね積み上げていってるのがセメントらしいんですよ。であのプリンターで作った壁をクレーンで重ね合わせて、丸みを帯びた独特なデザインの住宅を作ってるらしいんですよね。でまあこれね、気になるのはね、まあ、どれぐらいの時間で作れるのか。まあ、費用はね330万って言ったじゃないですか。だけどその施工時間はどれぐらいなのかって気になるじゃないですか。でこれね、わずか22時間52分、1日かかんないんですよ。これすごくないですか。で価格は330万。これはねすごいなと思って。でこのね会社がね、こうこの 3D プリンター住宅を手掛けた狙いっていうのが、まあセレンディクス飯田国大 COO はこれだけ社会がデジタルで発展しているのに30年住宅ローンを払い続けるのが問題と思っています。でこの課題を解決するために、住宅自体のロボット化を進めたいということからねこう始まったらしいんですよね。だからすごいなって、やっぱり。でまあ今回そのこの家をね購入した人が女性なんですけど、その人の話を聞いたら、飼っているフクロウを飛ばせてあげたいって言ってたらしいですよ。いやー、フクロウ思いですね。お袋ならぬフクロウ思いですからね。なんですけど、まああのね、この住宅、なんとね、水回りがないらしいんですよ。だからトイレ、お風呂、キッチンみたいなのがないんで、まあまだね、この中で生活するっていうことは想定されてないらしいんですよ。なんですけど、今月の下旬からね、販売が始まるのが、まあ、キッチン、バス、トイレを完備した新たなタイプの 3D プリンター住宅ということでね。まあこれはね、まあちょっと330万のやつからするとスペックが上がるんで、まあその、かかる、
完成までにかかる時間が44時間とね、ちょっとまあ2倍ぐらいになっちゃうんですけど、広さは 1LDK およそ50平方メートルで、価格がね550万だそうです。だからね、これすごいなーっていう感じで、結構6000件近くのね問い合わせが来ててね。でまあこれね、一見するとまあ若い人とかは低所得でね、こう今の時代ね、物価高とかいろいろあって大変じゃないですか。だから若い方多いのかなと思いきや、60歳以上の問い合わせは結構多いらしいんですよね。なんでかっていうと、まあその60歳の方で30年以上ね住宅ローンがを払ってて、でそれが終わって、で今度その家もね老朽化してくるじゃないですか。でそのリフォームに1000万かかるらしいんですよね、大体。だからそれだったらこういうね安くてすぐできる家を持っておいた方が安く済むしみたいなね、そういう感じで多分問い合わせがねこう多くなってると思うんですよ。だからね、本当にもう次世代ですよね。家買うっつったら何千万の世界じゃないですか。それが1000万以下で買えるんですよ。330万、トイレとかね何もついてないむつみ荘みたいな感じですかね。むつみ荘みたいな感じ。むつみ荘っていうのは春日さんがね昔住んでた風呂なしのアパートかな、トイレもなかったのかな、まあそんな感じ。でまあそういう人たちってこう銭湯とか行けばお風呂借りれるじゃないですか。だから安く済ましたくて、トイレとかねキッチンとかそういうのいらないよっていう方は、まあそういう330万で家を1個建てられるんですよ。だからすごいねいいなって思ったし、でお風呂とかキッチンとかそういうのもつけたいんだったら、まあちょっとお金は足されちゃうけど、それでも550万っていう感じでね。だからこれは本当にねすごいなっていうことですよ。でまあ最後にね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、画像を見せておきましょう。はい、これです。まあこんな感じのね、多分これグッドモーニングでこう紹介されたんですかね。でまあこれをなんかちょっと次世代というかドラゴンボールの世界みたいな家ですよね。カプセルコーポレーションがねこうありそうな、そんな感じのね、なんていうかな、イメージとか CG のね映像なんですけど、だからこういう感じでね、今の時代、家もね 3D プリンターでね作れる時代になってきましたからね、今後ね、もっともっとこう 3D プリンターの可能性が広がるっていうね未来があると思うんでね、それをちょっと楽しみにねしておきたいなって思いました。はい、ということでね、ラコヒマシャープ80が始まりましたけども、まあ先日というか、先日ちょっと映画をねまた見に行ってきたんですよ。いやお前ね、最近映画の話多くねえかってね思う方いらっしゃると思うんですけど、まあこれでも自重してる方ですよ。でもねやっぱ最近ちょっと映画にハマっちゃってましてね、映画館で見る映画にハマっちゃってるんですよ。だからまあしょうがないというか、エピソードがそれになるのはしょうがないんですけど、まあ何を見に行ったかっていうと、君たちはどう生きるかなんですよね。ジブリ作品でね、いきなり公開されたあれですよ、 PR なしのねいきなりポーンって今日公開ですみたいな感じでね、ジブリ作品がね公開されて、でそれで注目がね集まって、みんなバーって見に行ってると思うんですけど、僕もねやっぱ気になるじゃないですか、そんなこと言われたら。だからちょっと見に行ってきましたよ。やっぱりその普通の映画とかだとね、告知のなんか1分ぐらいのねメイキングというか、なんかそういう CM 風のやつがねこう流れて、なんとなくそのあこういうストーリー性なんだなとか、あこういう人が出てるんだなとかね、そういうの分かるじゃないですか。だけど PR も何もせずにパンって出されると、やっぱりその前情報がない分見に行きたくなるじゃないですか。だからね今回ちょっと見に行ったわけなんですよ。でまあこのね今日の話はいつもみたいに家でねこうやって何見るかなとかね、迷ってるうちにね時間が来ちゃってみたいな、そういう話は抜きでいきます。なぜならちょっとね映画の後の話もあるんでね、それがいつもと違うところなんでね、皆さん楽しみにしといてほしいと思うんですけど、まあそれでね、君たちはどう生きるか、これってさっきも言ったように前情報がない分何を喋ってもネタバレになるんですよ。だから皆さんが知っているって言ったら、なんかなんていうかな、鳥あのね
なんか公開されたのは鳥の絵の下に宮崎駿監督作品君たちはどう生きるかっていう赤文字、あれぐらいしか情報がないと思うんですよね。だから本当に何喋ってもネタバレなんですよ。あの鳥以外のことを喋った時点でもネタバレになっちゃうんですよ。で、まあ、僕のラジオっていうのは、まあ、ずっと聞いてくれてる方だったらわかると思うんですけど、結構ねネタバレとか嫌な人は飛ばしてくださいっていうスタンスのラジオなんですよね。普通のね、なんていうかな、民放っていうか、なんていうかな、全国放送のラジオとかね、やってる方たちは、まあそういうことを言ったらできないじゃないですか、そういうことは。だからネタバレはなるべく回避して喋るんですけど、僕のラジオなんてね、YouTube だし、チャプターも作ってあるし、どんどん飛べるんで、もうネタバレは、まあ、できるだけしないようにはするんですけど、ちょっとでもネタバレしたくない人はちょっと飛ばしてくださいっていうねスタンスを今回も取っていきたいなと思うんでね、まだ君たちはどう生きるか見てなくて気になってる、で、近々見に行く予定があるよっていう方はね、ちょっと飛ばしてもらって、一応今回は特別にそのネタバレになっちゃいそうな部分だけカットというか、それ以降のチャプターも作ってあるんで、もしね、ネタバレが嫌な人はチャプター飛んでもらって、なんて名前にしようかな。ネタバレ語っていうチャプターがあると思うんで、そっからね、また続きを聞いてほしいなと思います。はい。でね、まあ、このね、君たちはどう生きるかっていう映画、まずね、どうしよう、どこまで喋ろう。まあ、とりあえず、大まかな流れとしては、なんか、まず主人公が子供なんですよ。で、子供で、その時代背景が戦争中、戦時中の話なんですよ。で、その主人公確か東京に住んでたんですけど、戦争が始まって空襲とかがあるから、その地方にね、こうとりあえず逃げる、避難するみたいな感じのところから始まるんですよ。で、避難した場所がなんかお父さんのなんかつてのある場所みたいなところで、でそこにはまあお屋敷があってね、もう何人か女中さんみたいなね、おばあさんたちがいっぱいいてみたいな感じのところに行くんですよね。でそこでこの表紙になってる鳥、アオサギなんですけど、アオサギがこういて、でしかもそこはなんか結構大草原みたいなところ、本当にど田舎みたいな、森があるど田舎になんかちょっとお屋敷が建っててみたいなとこなんですけど、そこのちょっと離れた場所に湖みたいなのがあって、その先になんかね一軒の建物があるんですよ。でこの状況からこの物語はスタートするんですけど、まあね、まああんまり細かく言っちゃうとあれなんで、まあそれでね、こういろいろ話がこう進んでいくと、主人公がその自分の生きてる現実ともう一個の世界に行っちゃうんですよね。そういう話なんですよ。で、なんていうかな、戦争中で入院してたその主人公のお母さんが火事で死んじゃうんですよ。なんですけど、そのアオサギはお母さんは生きてるっていうんですよね。でそっから始まって、その塔の中、その離れにある塔の中にこう潜入していった結果、異世界に行っちゃうみたいな、そういう話なんですよ。でね、これがねすごく面白いなって思ったし、っていうかね、まずそのジブリ作品見ててね、やっぱり宮崎駿監督のね、そのこだわりがすごいんですよね。なんかなんていうかな、例えば服を着るシーンとかもちゃんとそのズボンの擦れる音とかベルトの音までついてたりとか、なんか草原をねこう歩くとね、草がこうなびく音、草を踏む音、地面を踏む音とかね、なんか靴がずれる音みたいなね、そういうね細かいところもねこう再現してて、まあ他のジブリ作品もそうかもしれないんですけど、僕はそこまでね細かく見てなかったんで今まで、だから今回ね映画館で大迫力の画面で見てね、それ思ったんですよ。ディティール細かいなってね、やっぱこだわりすごいなあの人はっていう感じで、で見てたんですよ。で、あとね、まあいい設定だなって思ったのが、やっぱ異世界というか違う次元の世界に行っちゃうみたいな話、そこがすごくいいなって。僕結構アニメとかも異世界転生系好きなんですよね。だからね、そういった意味でもなんかすごいいいなって思ったし、しかもなんかなんていうかな、現実異世界でこう旅をしてて、
一回現実世界に戻るシーンがあるんですけど、そこでね、手が透けてるんですよね。なんか扉から現実世界に一回こう入るんですけど、ただ現実世界にいる状態でそのドアから手を離しちゃうと、もうその異世界には戻れないみたいなシーンがあるんですよ。その時にドアの手を握ってる手がこう透けてたりするんですよね。だからそれもなんか僕の考えですよ、これが本当かどうか分かんないんですけど、僕はその異世界はなんていうかな、現実世界と黄泉の世界、死んだ後の世界の中間の世界なんじゃないかなって思ったんですよね。だからそういう感じのなんていうかな、表現というか設定というか、それもねすごくねいいなって思ったし、でまあこのタイトルにもある通りね、君たちはどう生きるかっていうのにラストスパートでこう向かっていくんですよ。そのメッセージ性がどんどん強くなっていくんですけど、だからまあまあこれぐらいにしておきましょう。ネタバレチックになるのはちょっとこれぐらいにしておくんですけど、まあそのね、君たちはどう生きるか、このね映画を見終わった後にね、やっぱ考えさせられるなっていうのがあって、でこれはやっぱりこの映画を見て、このなんていうかな、メッセージをこうどう捉えるかってやっぱ人それぞれじゃないですか。でまあ僕はねどう思ったのかな、結構ね難しいんですよ。難しい。なんかねこういろいろ点と点を線につなげて見ていくと、結構ね複雑だし深いしみたいなね、そういう物語だったんで、どうなのかなって思うんですけど、やっぱりこの作品を通して伝えたかったのは、なんていうかな、自分はこう、まあ、まさに君たちはどう生きるかなんですけど、その自分がもし自分の世界を作れるとしたら、どんな世界にしたいですかみたいな感じのメッセージ性があったんですよね。だからそこでどういう世界かみたいなね、今ってやっぱりね民主主義でなんか総理大臣とかその官僚たちがこう日本という国のね方針を決めてるところあるじゃないですか。決めてるところあるっていうか決めてるんですけど、だからもし自分が総理大臣になったらどういう日本にしていきたいかみたいなねことを考えたら、なんか結構ねいろいろ、頭巡らせて、あこういう感じに、ね、なっていったらいいなとかね、なんかこういう世界が訪れたらいいなみたいなね、感じでちょっと考えてみたりもしてね、でまあ自分はね総理大臣なんてなれないじゃないですか。まあなろうと思えばもしかしたら可能性はあるかもしれないんですけど、まあ、それでもね人生、自分の人生をかけてなれるかどうかぐらいの確率じゃないですか。やっぱり総理大臣ってその代々の家系が総理大臣の家系とかじゃない限りは結構難しいと思うんですよね。ってなると、まあ今の自分に何ができるか、そして自分の人生をどうしていきたいかみたいなね、でその理想の自分の人生に到達するには今何をしなければいけないかみたいなね、そこら辺までこう考えさせられたりとかしてね、なんかすごい深いアニメ映画だったなってね思いましたね。だからなんか皆さんね、もしもう今ネタバレ後っていうところまで飛んじゃった人はね聞いてないと思うんですけど、まあ別にネタバレとか別にあってもね、話とその映画を見るのは全然違うからねっつって聞いてくれてる方とか、もう見たよみたいな感じでこう聞いてくれてる方とかねいらっしゃると思うんですけど、そういう方はねどういう感じのその自分のなんていうかどう生きるかみたいなのを考えましたか？唐突な質問、ちょっといきなり言われてもちょっと難しいことわかんないですみたいな感じで思うと思うんですけどね。まあでもそのこの映画をきっかけにね、その自分の人生をどうしていきたいかとかね、どう生きていきたいかみたいなことを考えてね、周りの意見にこう流されるんではなくて、自分がどうしたいかでこう生きるっていうのはね一つの選択肢だと思うんで、もしこの映画で感化されたいとかね、僕の話とかでね、こう感化された方はね、ちょっと今から何かちっちゃいことでもいいから始めてみるのもいいかもしれませんよ。やっぱり、このね、世界って、なんていうかな、小さな出来事が大きな出来事になっていくこともあるじゃないですか。わかります？例えば、どっかの草原で石ころが落ちたら、それが、こう、原因となって、いろんなことが起きてって、もしかしたらそれが地球温暖化につながってるみたいなね、そういう壮大な世界
ていうか、そういう考え方もあるじゃないですか。だからやっぱり今自分の中ではそんな大したことではないけども、始めてみるとするじゃないですか。それが将来的にめちゃめちゃ大きなことにつながるかもしれないんでね、ぜひ皆さんちょっと、この話を聞いてね、なんか始めてみようかなって思う方はね、ちょっと始めてみてほしいなとかね思っちゃうんですけど、まあいつもだったらこんな感じで終わってると思います。はい、だけどね、まだ話の続きあるんですよ。はい。その後ね、映画見終わって、まあ面白かったなみたいな感じでね、映画館を出て、で、まあそこ商業施設みたいなとこなんで、ちょっとそこら辺散歩してたんですよ。いろんなところを見てね、あ、こんな店もあるんだなとかね、なんかこういう、なんかちょっと服も見ていこうかなとかね、そんな感じでデパートみたいなとこ歩いてたんですよ。で、歩いてて、まあとりあえずほぼ買うもんないなっつって、ちょっと100均でね、必要なものだけ買ってね、あの車戻ったんですよ。で、どうしようかなって、まだね、昼過ぎぐらいなんですよ。2時、3時ぐらいなんですよね。で、まあその日休みだったんで、ちょっと、もしラジオで話すんだったら、これ映画の話で終わったらね、いつも通りじゃねえかって思ったんですよ。で、じゃあなんか、もうちょい満喫するかと思って、何しようかなって考えたら、久々にね、カラオケ行きたいなと思って。なんかもう、最近ずっとね、行ってない気がするんですよ、カラオケに。そう、だから久々もうね、歌ってストレスも発散してみたいな感じにしようかなと思って、でカラオケをねちょっと探したんですよ。なんですけど、今ね夏休み中じゃないですか。だからね、結構人がね多いし、カラオケも多分学生がね集まってるから入れないだろうなと思って、結構アプリでね今空席確認とかできる時代じゃないですか。だから空席確認とかしたんですけど、やっぱりね、一人カラオケのブースみたいなのもこう空いてなかったりとか、カラオケブースもあと一部屋二部屋ですよみたいな感じだったんですよね。で、どうしようかなと思って、まあ一番近いそのよく利用するなんていうか、ね、店みたいな、ところはなんかもう一人カラオケもダメだしみたいな感じだったんで、じゃあもうちょっと離れたところのあのところにこうなんてカラオケが2部屋空いてますよっていうところがあったんで、そこに行こうと思ったんですよ。なんですけど、やっぱり普通のカラオケの部屋に一人入るってできるのかなとか、もしかしたらその割高料金になっちゃうんじゃないかなと思ったんで、一旦ね電話することにしたんですよ。で、とりあえずそこに電話してね、プルルプルルって、はい、あのなんとかなんとかカラオケの〇〇店ですみたいな感じで出て、あのちょっとお聞きしたいんですけどつって、はい、何でしょうかって言われて、あのアプリで確認したら今2部屋空いてるっていうことなんですけど、そこって1人でも入って大丈夫ですかって聞いたんですよ。そしたら、あ、大丈夫ですよって言われて、あ、大丈夫ですかつって、あのそれは大丈夫ですか、あ、1人でも大丈夫なんですよねって聞いたら、そのなんていうかな、休日とか祝日はその1人で入る場合は2人分の料金を支払わなきゃいけないんですけど、平日でしたら、まあ、1人分の料金で入れますよって言われたんですよ。で、まあ、その日平日だったんで、あ、ラッキーと思って、あ、じゃあちょっとそこを予約というか、まあ今から行くんでちょっと取っておいてもらってもいいですかって言ったら、あ、大丈夫ですよって言われて、あ、よかったと思って、で、なんかまあ予約取るってなると、その何時ぐらいに着くって言わなきゃいけないじゃないですか。で、その時がね、確かね、何時ぐらいだろうな、もう4時15分ぐらいだったのかな。で、何分ぐらいかかるかなと思って、あの今ちょっとここの商業施設にいるんですけど、そちらの店まで何分ぐらいで着きますかねみたいな感じでちょっと聞いてみたんですよ、僕がね、知ってるかなと思って。そしたら、いやー、私がそこの商業施設からそのこの店まで何ていうかな、時間を計ったことがないんでちょっとわからないですねみたいな感じで言われて、でちょっと冷たくないかっていう、ああそうですね、ちょっとわからないですねとかだったらわかるじゃないですか。だけど、ちょっと測ったことないんで私もちょっとわかんないんですよねみたいな感じで言われて、ちょっとトゲのある人だなと思って、で、まあいいかと思って、どうしようかなと思って、30分ぐらいで着きますかねとか言ってちょっと独り言言ってたんですよ。したら、いやちょっと測ったことないんでみたいな感じで言われて
その測ったことないっていうか、もう完璧求めすぎだろうと思ってそこは大体でいいだろうみたいなね、大体 3,40 分で着くって言ってけば多分着くんですよ。うんだけどちょっと時間測ったことないんだよみたいな感じで言われてね、うんどうしようかな、とりあえずじゃあ30分後ぐらいにしときますって言って、あそうですか、じゃあ4時45分ぐらいですねって言われて、はいっつって、で名前と電話番号言ってね、うんでじゃあ、お待ちしておりますみたいな感じで言われて、はいありがとうございます失礼しますって切ったんですよ。でいやーちょっと細かいというか気難しい人なのかなと思ってね、ちょっと行くのドキドキしてきちゃったんですよ、うん、でもやっぱりもう30分って言っちゃったから、30分以上オーバーすると他のお客さんが来た場合取られちゃうんですよ。だから早く行かないとと思って運転し始めてね、そこまで行ったんですよ。でまあその道中ね、結構その最初の方はめっちゃ混んでたんですよ、やっぱりみんな夏休みだからね。だけど後半の道はね結構ねスイスイ行けちゃって、結構30分かからないぐらい、多分20分とか25分ぐらいで行けちゃったんですよ。でよかったと思って、着いたわと思って、でとりあえずまあ中に入ってね、まあ、カウンターのとこに行ったら、その女性の店員さんが2人いて、でさっき電話した〇〇ですけどって言ったら、その1人のね女性の店員さんがね、で電話ですか、そうですね、はいはいわかりました、はい、うろちょろしてるんですよめちゃめちゃうろたえてると思って、これなんか引き継ぎできてないんじゃないかみたいな、なんならあの人なんか変なね電話かけてきたやつだからね、別に予約はねこうメモしとかなくていいやみたいな感じになっちゃってるのかなとか思ってね、ちょっと心配になりながらそのうろたえてる店員さんを見てたんですよ。そしたらもう一人の店員さんはなんかなんていうかな、パソコンでなんか打ち込んでたんですよね。なんですけどその人がどうしたのみたいなって言って、めちゃめちゃこう冷たい感じでね、どうしたのって言って、で先ほどお電話した〇〇さんっていう方なんですけどって言って、あそこに書いてあるじゃんって言って冷たー、多分この人だ、さっきの電話の人と思いながらねちょっと見てたんですよ。そしたらこれつって、だからそこにあんじゃん、書いてあんじゃんとか言って、めちゃめちゃ冷たい人なんですよ。でそのうろたえてる人がちょっといい人なんですよね。でここに書いてありましたみたいな感じでねいやちゃんと教えてやれよと思って、うん、そこはねお客さんも来てんだからね、うん、早くこう接客するためにねちゃんと教えてやれよと思うんですけど、そのね冷たい感じの人はねずっとパソコンの前でね首だけこう横に曲げてね、そこだよそこあんじゃんずっと言ってるんですよ。うわーこの人かと思って、うんちょっとなるべく目を合わせないようにしようとか思いながらね、でとりあえずまああわかりました、じゃあカラオケのね何々の席ですみたいな感じで、でまあ3時間ぐらいで多分お電話させていただくと思うんでみたいな感じで、であわかりましたっつって、でとりあえずまあ部屋に行ったんですよ。でそこのねカラオケ屋さんって結構その僕が住んでる地域から結構離れてる場所なんですよ。映画館が結構離れてるんですよ。行くのにね多分40分50分かかるぐらいのところなんですよね。でそっからさらに30分かかるところなんで、あんまり行かないカラオケ屋さんなんですよね。うんだからあこんな感じなんだって、うんでなんか入ったら結構そのなんていうかね、ちょっと狭い部屋、狭い感じの部屋で、正方形ぐらいの部屋で、でなんかドアがちょっとガラス張りになってて、ちょっと模様でモザイクみたいになってるみたいな感じ、だから外からも店員さんは中で何が起こってるのかみたいなのを確認できるぐらいのガラス張りのその扉だったんですよ。で扉もね結構その厳重な感じじゃなくて、もうなんかすぐね手離したら開いちゃうんじゃないかぐらいのね感じの軽い扉で、これ棒になってんのかとか思いながらね、でとりあえず久々のカラオケだし、まあとりあえずいっぱい歌ってやろうと思ってね、3時間、うんでまあこう歌い始めたんですけど、やっぱね久々にこう歌うとね、歌い方ってちょっと分かんなくなるもんですね。だしその日なんかちょっと声というか喉の調子があんま良くなくて、だからねそこまでいつもの感じ、いつもっていうかまあ昔みたいな感じでこう歌えなくてね、うわーなんかちょっとモヤモヤするなとか思いながら歌ってたんですよ。
で、まあ久々すぎて、あの何歌っていいかも分かんなくなっちゃってたんですよね。で、次何歌おうかなみたいな感じでね、考えてたら、そういえば、前にその知り合いとそのカラオケ行った時に、その知り合いは結構そのカラオケの履歴を見るんですよね。履歴を見て、あの前歌った人とかの履歴を見て、その中からこれいいじゃんこれいいじゃんみたいなことをやってたのを思い出したんですよ。だから、あ、そっか、履歴見ればいいんだと思って、履歴から自分の歌いそうな曲があれば、あの新たな風を吹かせることができると思ってね、履歴を見てみたんですよ。そしたらまずね、最初、バックナンバー高嶺の花子さん、もうこれは有名な曲でいい曲ですよね。でその後は、和田浩二さん、ザ・ビゲスト・ドリーマー、ちょっとわかんないんですけど、で V6 ダーリンとか、米津玄師の馬と鹿、とか、夜遊びアイドル、まあここまではいいじゃないですか。まあアイドルとかね、今めちゃめちゃバズってるし、馬と鹿とかもね、結構ちょっと前に流行ったし、僕もね歌えるしみたいな感じでね、あ、いいないいなとか思って見てたら、その後ね、ガイムの風ジャストリブモアって出てきたんですよ。で、あの僕ね、まあこのラジオをずっと聞いてるくれてる方ならわかると思うんですけど、好きなアーティストの一つに湘南の風があるんですよ。湘南の風のファンで、もう結構長い、10年以上、ファンとしてね、風一族としてやらせてもらってるんですけど、あのその湘南の風の、なんていうかな、歌なんですけど、ただこの表記が外務の風じゃないですか。でこの外務の風って何、パクリって思うじゃないですか。でも違うんですよ、歌ってるのは本人たちなんですけど、この曲ね、仮面ライダー外務の主題歌を担当してたことがあって、その時に外務の風として主題歌を歌ってたんですよね。だからその時のやつなんで、これ完全に仮面ライダー用の歌なんですよね。でこのジャストリブモアがあって、おおと思ったんですよ。やっぱりファンからすると、うわ、ジャストリブモア歌ってる人いるんだと思って、うわ、これはすごいぞ、もしかしたら風一族なんじゃないかみたいな。あ、風一族っていうのは湘南の風の、ことが好きな人の総称を言うんですよ、風一族。でファンクラブの人を風の軍団って言うんですよね。そこちょっと分かりづらい、まあ風の軍団でもあるんですけど、大体一般的に使われるのは風一族なんで、皆さんね覚えておいてください。はい。だから風一族だと思ってね、おおと思ってたんですよ。でその次、やーやーやー勇気 100%、 おっと思って、忍たま乱太郎かと思って、懐かしいなとか思ってたんですよ。でさらにスクロールしていくと、工藤真由、プリキュア5フルスロットル、プリキュア、プリキュア、プリキュアね、勇気 100% 忍たまの後プリキュアみたいな感じで、でその後も一瞬プリキュアリレーション北川理恵さん、とか入ってて、でその次ハムチャンズハム太郎とっとこコータコータコータ、まあ孔子くんみたいな、わかんないけど、まあとうとこ走るよハム太郎ですよね。でハム太郎、あ、懐かしいな、結構世代似てるのかなと思ってたんですよ。でさらに読み進めていくと、ハニーウォークスフューチャリングカピーなんちゃら、ちょっと切れちゃってるんでわかんないんですけど、可愛くてごめん、これあれかな、 TikTok で流行ってたチュー可愛くてごめんってやつかなと思って、で、あ、この人なんか、まあ昔のやつも歌うけど、今 TikTok でね、あの流行ってるやつとかも歌うんだなとか思って、でこれどうなんだろうな、若い人なのかなとか思いながら、まあでも20代中盤ぐらいなんじゃないかなと思ったんですよね。でさらにバーって見てったら、今度なんて言うんだろう、これ高取秀明かな、動物戦隊獣王者獣王者、戦隊ものみたいな。でその後もなんて言うんだろう、バンの智弘かな、騎士流戦隊流走者ヒーローもの縛り来たみたいな感じで、思って見てて、でその後もあのちょっと知らない人がバーって入ってて、その後に、ストーンズフィギュアフィールなんちゃらみたいな感じのやつ、で、あ、ストーンズも好きってことは、まあ、ジャニーズのファンなのかなってことは、女の人なのかなとか思ってね、あ、
でも戦隊、まあ戦隊ものも女の子好きか、好きな人好きかと思ってね。うん、まあそれでその後も田所あずき、あずさ、リトルソルジャー、これもなんかちょっと戦隊ものっぽいじゃないですか。で、どういう感じなんだろうなと思ったら、いきなりアレクサンドロスの先行アレクサンドロス入ってきたみたいなちょっと流行もね取り入れつつね、戦隊ものプリキュアハム太郎とかね、アニメ系もね攻めて、でたまにこう中可愛くてごめんとか、うん、先行とか挟んできてね、うん、でまあその後もこう見てたユーリ、ビリーミリオンとかも入ってたりとか、うん、あとまあそんな感じで入ってて、まあ鎌田翔吾、伊勢大輝とかそこら辺も入っててね、特急車とかもね入ってて、でやっぱりアニメとか特撮ものとかも好きなんだなとか思ってね見てたんですよ。したらその後にボーイスタイル心の地図これあれじゃない、心の地図って言ったら僕一つしかないんですけど、ワンピースのあの主題歌かエンディングテーマになったことがある多分大丈夫だよってやつ、違うか、それは違うか、あ違うな、大丈夫だよは違うわなんだっけ、大丈夫だよって見上げれば、うん、大丈夫ほら七色の星、なんだっけあれ、オレンジレンジだっけな、違う、心の地図は大丈夫さ前に進もうか、多分あもうダメだ大丈夫始まりだとちょっとね混じっちゃうし、この大ね大丈夫さあ前に進もうが心の地図かもわからないんですけど、まあ多分ワンピースだなと思って、やっぱアニメ好きなんだなと思って見てたら、プロジェクト R、 ルパンレンジャー VS バトレンジ、これ何、ルパンルパンのやつかな、うん、ルパン、あやっぱアニメかね、大黒摩季、エニシングゴーズとかね、アルフィー星空のディスタンス、うん、ちょっと渋いとこ行ってるなと思ったらね、今度粗品ユーサリのカノン粗品粗品さん来たみたいな感じで、いきなりえさっきまで特撮とかアニメとかね、ちょっと TikTok で流行ったような曲とかを歌ってた人がね、いきなり粗品いやいやいや粗品さん来たかと思って、粗品さんも好きなんだ、これもうこの人どうなってんだろうなって、何もう好きなそのジャンルがなんかこうぶっ飛びすぎちゃって、うん、なんかすごいねびっくりしたんですよ。粗品さん来たか、まあ多分もう僕もね、あの霜降り明星のオールナイトニッポン聞いてるし、うーん、なんかもうすごい面白いしね、粗品さんの YouTube とかもちょくちょく見てるんでね、うーん、好きですけど、でもここで粗品さんをカラオケで歌ってる人がいるんだなと思ってね、すごく驚いたりとかもして、でその後なんかスピッツとか歌ったりとかしてて、でストーンズリサとかもねこう歌ってたんですよ。でそれ見てたら今度ね、ストーンズのこっから、うわっだが情熱あるじゃんと思って。Let's go 調子、トントントンシ、トントントンシ、トン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 ってやつ。あの歌、だが情熱あるにの主題歌になったね、あのこっからっていう歌ですよね。あれ歌っててね、と思って。今ね、そのやっぱだが情熱あるバーンってバズってね、うん、多分みんな見てるからね、あのやつで感化されたのかなとか、それともストーンズのねファンなのか。それとももう足りない2人とかもねずっと追ってたリトルトゥースなのかね、うん、そこは分かんないんですけど、でもいやすごいなって、やっぱちょっとこの人アニメ特撮も好きだし芸人にもこう精通してるんだなって。だからさっき粗品さんも出てきたしね、で今ここで若林さんと山ちゃん出てきたわけじゃないですか。ってなると、いやーこの人ちょっとね友達になれそうだなとか思いながら、うん、こう見ててね、うん、でその後もなんかいろいろもうなんかあんま知らない人たち、イザミッション、絆の奇跡とか、リサ、クロージングフリールド、まあリサさんは結構アニメのねアニソンをこう担当することが多かったりするんでね、まあ多分アニメだろうなとか思いながら、であとレオナ、アニマか、うん、アニメじゃなくてアニマね、あ、オッケーとか、トゥルー、なんだこれちょっと切れてて読めないんですけど、コロニーみたいな感じのやつとか、あとダイス、ドリーミングオン、ダイスも結構今ね人気なんでね、うん、これは最近のやつなんじゃないかなって思ったりもするんですけど、まあこんな感じで、あとあれだ、あのちゃんの中多様性とかも歌ってました、うん、だからもうこれは女性なんじゃないかなって思ったんですよ。
男性でね、チュー、可愛くてごめんみたいな感じで歌ってたらね、ちょっとおってなっちゃいますけどまあ全然いいんですけどね、いいんですけどね、うん、でも多分女性だろうなって、プリキュアとかも歌ってるし、女性なのかな。で多分年はそんなに離れてないんじゃないかなっていう感じで、その後もね、そのプリキュアの歌を歌ったりとかね、いろいろ歌ってたりとかしてね、なんか面白いなと思ってたんですよ。なんですけど、いや歌う曲決まってねえなと思って歌う曲決まんねえわ、ちょっと履歴が面白すぎて、見入っちゃってたらね、なんかちょっと歌う曲が全然定まってなくてね、もう中多様性とか歌っちゃおうかなとか思ったんですけどね、まあでもとりあえず、でもこっからとかもね、歌えたらかっこいいじゃないですか。歌いたいんですけど、僕ね練習しようかなって、覚えようかなと思った時期あったんですよ。なんですけど、あのジャニーズって基本的にそのアップルミュージックとかでこうなんていうかな、音楽が登録されてないじゃないですか。ジャニーズって大体多分今 CD が主流じゃないですか、ずっと。だからね、まあ MV とか聞けば聞けるかもしれないんですけど、でもね覚える機会がなくてね、覚えとけば今歌いたいのになとか思いながらね、でまあこんなやつ見ててね、とりあえず何しようかなっつって、とりあえず湘南歌ったりとかしてね、まあそんな感じでね、ずっと歌ってたらね、声がねちょっと枯れ気味になって、で3時間経ってね帰ったんですよ。で冒頭で言ってたちょっと声がね、みたいな感じ、なんでイケボーから始まったのかっていう話につながるんですけど、まあカラオケっていうか映画とか行ったのが昨日なんですよね。このラジオを撮る1日前に行ったんで、ちょっとね、声とか喉がまだ戻ってないんですよね、ちょっと。久々に歌ったのもあったんで、結構喉枯れちゃってね。で、今日にも響いててね、ちょっと今日声がガサついてるかなとか思うと思うんですけど、なんだろう、この声が枯れた次の日とかってやっぱ、ちょっと、いつものトーンに行くまでに、なんていうかな、その MP を必要とする。MP というか、まあね、なんていうかな、その、力が必要じゃないですか。声が枯れたりした時って、声を出すのに、いつも以上の出力を出さなければ、いつもの声まで持ってけないじゃないですか。で、今日その状態なんですよ。だから、なんかどっちかというと、低い声の方が出しやすいというかね、楽なんですよね。だから、まあ、今日はね、これぐらいの、まあ、声の感じの方がなんかすごく、出しやすいんですよ。ただまあ頑張って出してるんですけど、でこれをちょっと使えないかなって、オープニングっていうか最初に使ったらちょっといつもと違うテイストになるんじゃないかなと思ってね、イケボから始まったってね、そういう話でしたね。はいなんで皆さんもね、カラオケ久々に行ってね、何歌おうかなって迷ったらね、ちょっと履歴をね見てみるとね面白いかもしれないんでね、ぜひ実践してほしいなって思いました。ということで一旦休憩です。ラッコの話で暇つぶし。はい、メール届いてます。ラジオネームおでんにコンソメ。おいラッコ、人のカラオケ履歴覗くなよ。てか今の時代はネタバレ厳しいよなってことで、いやー、まあカラオケの履歴はね、ちょっと僕これからハマっちゃいそうですね。なんかここまで見てて面白い履歴、まあもちろんね、その流行りの曲ばっかこう歌ってる人とかもいると思うんですけど、中にはこういうちょっと面白い履歴をねこう持ってる人がいて、でその人をこう履歴からどんな人かって人物像をプロファイリングするっていうのめちゃめちゃ楽しかったんでね、ちょっとこれからハマっちゃいそうですよね。だからこの僕が今言った感じからプロファイリングするに、さっきも言ったように、特撮アニメ好きで、しかももしかしたらその芸人さんも好きで、ちょっとジャニーズファンなところもあるかもしれない女性で、まあ、僕と大体同じぐらいの年代なんじゃないかなっていうね感じのプロファイリングなんですけど、皆さんはどう思いました？でもねちょっとね、やっぱりアルフィーとかそこら辺も入ってたんでどうかなと思ったんですけど、でもやっぱそのねえなんか歌のね曲の感じ的に言えば多分女性なんじゃないかなと思ったんですよ。だから多分このプロファイリングは合ってると思うんですけどね。だからこれが演歌とかだらけだったら多分もう80代とかのね人
とかっていう特定もできると思うし、うん、当時流行ったアイドルとかのね名曲とかね、うん、なんかなんだっけマジで恋する5秒前みたいなね感じのいっぱい入ってたら多分40、50代ぐらいなんじゃないかなみたいなねプロファイリングもできると思うんでね、皆さんもやってほしいなって思いますね。はい。でまあ今の時代はネタバレ厳しいよなっていうことなんですけど、ほんと厳しいですよね。うん、まあ僕もネタバレは嫌なタイプなんですよ。お前はやってるのにって思う方いらっしゃると思うんですけど、うん、僕もあんまりね、その例えばなんかドラマを見てて次回予告ってあるじゃないですか、それもあんま見たくないんですよね。なんかこうちょっと情報が入っちゃうと面白さが半減する感じがするじゃないですか。だからまっさらな気持ちで見たい。例えば犯人がちょっとだけ匂わせみたいな感じで終わるとするじゃないですか。刑事もので犯人のちょっと匂わせだけして、こう次回これこんな感じでいきますみたいな感じで次回予告流れるじゃないですか。でその次回予告見てるとなんとなく察しちゃうんですよ、その次の話のストーリー性をちょっと察しちゃう部分があるんで、だからあんま見たくないんですよね。うん、だけどやっぱりこの僕のラジオっていうのはなんかやっぱりネタバレ聞きたくない人は聞かなきゃいいじゃんっていうスタイルなんでね。矛盾してるけどね、矛盾してるけど僕はそういうスタンスでやった方が喋りやすいんでね、うん、やっちゃってますけど、うん、まあでも今の時代ネタバレはねちょっともうなんていうかな、ネタバレしたやつはもう人間じゃねえみたいなところまでね来てると思うんでね、うん、僕もちょっと注意しながらね喋っていきたいなとか思っちゃいます。はい、では続いて、ラジオネームカラオケ店員ラッコさん、おはこんです、おはこんです。電話がかかってきた時はなんだこの変なやつと思っていて今でも思ってますが、この商業施設から30分で来れると知れたことだけは評価してやるよ、よくやったってことで、いやめちゃめちゃ上からですね。まあまあ電話の時点で分かってましたけど、ちょっとね、完璧主義プラス上から目線みたいな感じあるんですかね。まあ別にいいですよ、人それぞれね人格があるわけですから。まあただね、なんかちょっとだけなんていうかな、なんていうカウンターのところのあのやり取りはちょっとなって思いましたよ。なんかそのあたふたしてた人はまあ入ってそんな日が経ってないんじゃないかなっていう感じの人だったんですよ。それでもまあ年は結構上の方だと思うんですけど、でも最近ねちょっと仕事を覚えたてみたいな感じでねテンパってる人を見てね、そのちょっとおつぼねさんみたいな、店員さん、ちょっと冷たい店員さんがねこう鼻であしらってる感じ、顎でこうそこだよみたいな感じでやってる感じ、ちょっとあれはね指導としては良くないんじゃないかなって思ったんですけどね。まあでもねそういう中で頑張っていかなきゃいけないのがね人間生活ですからね。これがね皆さんが虫とかね鳥とかだったらね多分そういうのはないんじゃないかな。まあ逆に弱肉強食みたいなそういうルールはあると思うんですけどね。まあでもそれは人間界も同じじゃないですか。だから鳥とかみたいにこう自由気ままに空飛んでみたいなね感じではなくね、ちゃんと理性のあるね、人間がこうやるわけですから。何の話これちょっと着地側は難しくなってきたぞこれは。僕が鳥だとしたらねめちゃめちゃ不器用な鳥ですよね。どこに着地しようかなみたいなあの岩場だと足が滑ってね転んじゃいそうだし、なんかあの沼行っちゃったら沈んじゃいそうだし、どうしようみたいな感じです今。腹っぱないんですけどみたいな、なんかもう断崖絶壁の崖しかないんですけどみたいなね、そんな感じになっちゃってるんでね、この話は早々に切り上げなきゃいけないですじゃないと船越さんにねあの崖のところで追い詰められちゃいますか、だからちょっと次行きましょう。もうこれはこれ以上飛んでいるとねろくな目に合わないと思うんで。はい、では続いて、ラジオネーム宮崎ふにゃお、ラッコくんおはこん。君はあの映画を見てその程度の感想しか言えんのかね。私はねアニメに人生を捧げてアニメを通してメッセージを伝えているんだ。さあ君はどう生きる。ってことで、いやーふにゃおさんか、はやおさんだったら刺さるんですけどね、ふにゃおさんだとねっていうちょっとふにゃおっていうとふにゃっとした感じするじゃないですか。まあでもね
あの程度のその程度の感想しか言えんのかねってね、ネタバレ怖いんですよ。やっぱり今の世の中ネットが普及してね、誰がどこでも発信できるような世界になっちゃってるわけですからね、やっぱりネタバレっていうのは言ってるだけで悪みたいなとこありますからね。だからまあネタバレありな人がこうね増えればいいんですけど、やっぱりまあ僕もそうですしね、ネタバレはちょっとっていう感じの人も多いと思うんでね、この程度しか話せませんよそりゃ。別に語れって言われたらその1時間ぐらい全然語れますよ。君たちはどう生きるかについてねめちゃめちゃ語れますよ。もうネタバレバンバンしていいんだったらね。だけどネタバレというこの制限枷があるんでね、僕もちょっと自由に飛び立つことができないわけなんですよね。だからちょっとそこは勘弁してほしいなって思うし、しかもまあ最後にねこのアニメを通してメッセージを伝えているんだとね、君はどう生きるみたいな感じで聞かれたんですけど、まあそれはさっき話しましたよね。それはさっきなんか話したような気もするんですよ。やっぱりねこのジブリ作品というものを通してね、しかも今回結構メッセージ性が強いですからね、その異世界とかね、そういうなんか自分の世界を作るみたいなね、そういうところもあるんで、だからなんだろうな、まあとりあえずまあなんていうかな、こんな戦争が起きたり物価高が起きたりとかね、いろんなウイルスが蔓延したりとかね、ワクチンなんちゃらとかもあるじゃないですか。だから、その中で自分がどう楽しんで生きるかっていうのをね模索したいなとは思ってます僕は。やっぱなんていうかな、その周りの目を気にする国民性が日本じゃないですか。でまあ大きな企業に入って、ずっと何十年も働いて、結婚してみたいな、家建ててそれが幸せっていうのが、まあ、大体みんなが思ってる幸せじゃないですか。だけど僕は結構ねある時からねその幸せって自分の幸せじゃないなって気づいたんですよ。なんか大企業に入って勤め上げて結婚してマイホーム持ってっていうのはね、なんとなく自分もそうなるんだろうなってね高校生ぐらいの時とか思ってたんですよね。なんですけどやっぱりね社会に出てみてね、なんかこれは違うね、自分の幸せじゃないな、いや自分の幸せって多分自分の興味持ったことをどんどんやっていくことなんじゃないかなってね。別にそれで成功とかね、そういう大きな成功とかできなかったとしても、それを通じてね自分のこのやりたいことをやった人生の方がなんか自分の心的には豊かなんじゃないかなって。そこに別にお金がついてこなかったとしても、それは自分のなんていうかな有意義な人生だったなって多分死ぬ時にね思えると思うんでね、だからそういう生き方したいなと思って今ちょっと実践してるわけなんですよ。だからなんかちゃんとね自分でこう自炊とかもするしね、洗濯物もねちゃんと自分でしたりとかね、なんかなんていうかな、自分例えばこのラジオとかもそうですよね、ラジオもね好きでやってみたいなと思って、じゃあ YouTube で今できる時代だからやってみようとかね、インスタでちょっと好きなねこうスイーツを紹介してみてね、アカウント伸ばしてみようかなとかね、そういうことをいろいろやってるわけですよ。でじゃあ今の人生とそのちょっと前昔高校卒業して普通に働いてた時みたいな感じ、どっちの人生楽しいかって言われると多分今の方が楽しいんですよ。今の方がそんなお金はないけどでも全然楽しいし充実してるなって思うんですよ。だから多分この生き方の方が合ってるんじゃないかなって思ってね、そういう生き方してるんでね、だから早尾さんのアンサーに答えるとしたらね、やっぱ自分の興味持ったことやってみたいことにどんどんこうチャレンジしていく、そういう生き方をしていきたいなって僕は思ってます。はい。まあ別に普通にね大企業入ってとかね企業に入って、まあ、結婚してマイホーム建ててっていう人生を否定してるわけじゃないですよ。それはそれで一つの幸せですからね。それは正解です。それも正解だし、今の時代は僕みたいななんか好きなことをちょっとチャレンジしてみるみたいな、そういう人生もある意味正解だと思うんですよ。それがまあその人に合ってるかは別としてね、でも自分がねこう満足しているんだったらそれでもいいんじゃないかなって、それも一つの正解なんじゃないかなって思うんでね、皆さんはどういきますか。はい、その問いだけを残して一旦休憩です。ラッコの話で暇つぶし。はい、続いてはこちらのコーナー、ラッコ −1 グランプリ、イエイ。
ということで、このコーナーではアローダーに対してメールを募集し、その中から一つグランプリを決めるというものです。そして今回のお題は余裕ぶっこいてるやつグランプリです。余裕ぶっこいてるやつってこんな感じだよなというお題に対してのメールを募集したので、その中から厳選して5つを紹介していきたいと思います。ということでね、いやラッコワングランプリがね、思った以上に上がらないね声が上がらない。やっぱりこれ昨日のカラオケのね、弊害だと思うんですよ。うん、だからあれにしてくれよかったかな、ラッコワングランプリって言っといた方がよかったかなこのコーナーではアローダに対してみたいな感じでやってた方が良かったかなと思ってるんですけど、まあまあまあいいでしょう。はい、まあとりあえず早速やっていきましょう。それではいきます。ラジオネーム空の上では酸欠。あー大丈夫大丈夫、俺って大抵のことはこなせちゃうからさ。うわー、こら余裕ぶっこいてますね。いや、やっぱりね、余裕ぶっこいてる人ってね、まず最初に大丈夫大丈夫って大丈夫2回言うんですよまあ1回だったらまだね、あ大丈夫だったらまあまあまあちょっとね、なんとかな、自信がちょっとなさそうな感じに見えるけど、大丈夫大丈夫って言うとね、大丈夫を2回繰り返すことによってめちゃめちゃ余裕ぶっこいてる感出ますよねこれはもうね、常套句というか、もうアニメとかでね、大丈夫大丈夫とか言ってるやつはね、大体ひどい目にあります、その後ね。うん、お決まりのパターンですからね、皆さんは言わないように気をつけてください。はい、では続いて、ラジオネーム濃茶のお茶この俺があの程度の試験に落ちるとでも、笑わせないでくれよ。うわー、余裕ぶっこいてますね。結構ね、なんかすごく自信がある感じ、自信があるんだけど、自信があってね、この試験にもね、楽々庶民とは違うんですよみたいな感じでね、こう余裕ぶっこいてるんですけどね、いざねこう試験になるとね、ちょっとしたハプニングでなんていうかな、崩れていくタイプですよね。なんかいつも通りやってるんですけど、ハプニングとかそういう緊急時の対応がまだ全然なってないみたいなね、そういう感じのタイプだと思いますね。ちょっとこれはっていうところがね、余裕ぶっこいてるなと思いましたね。はいでは続いて、ラジオネーム夜のランチ。明日は大事なプレゼンか、でも今日は眠いから明日早く起きて資料作成するか、おやすみやむろ、お前今すぐ資料を作れ、お前今資料作んないと絶対明日後悔するぞ。多分この人は明日寝坊しますよね。寝坊するか、もう例えば朝5時から起きて資料作成すれば間に合うっていうところで7時ぐらいに起きちゃうタイプですよね。いやー、これはね、もうやれるうちにやっておいた方がいいと思いますよ。僕もね、このラジオの台本作るときに、いつも悩むんですよ。夜その作ると眠いじゃないですか。だからじゃあ明日ね、休みでラジオ、ね、撮るからね、明日起きてから台本作ってからラジオやればいいやって思うじゃないですか。で起きるの遅くなっちゃって台本ね、眠気まなこで作るじゃないですか。なんか微妙なんですよね。で眠いけどちょっと頑張って台本だけ作って寝ようっていう時って、結構ねなんかいい台本というかあれが書けるんですよね。だからやっぱりね、まあ、僕夜型っていうのもあるんですけど、夜型で朝起きるの苦手っていうのもあるんですけどね、ちょっとやれることはその日にやっておいた方がいいと思います。これはちょっと経験上から言わせていただきます。はいでは続いて、ラジオネームお一人様ランチ希望。明日は期末テストか、とりあえずこのアニメ1話見たらやるか。いやちょっと余裕ぶっこいちゃってますね。しかもこれも僕の経験上ですけど、アニメ1話見たらやるかってね、やりません。アニメって、まあアニメとかまあ限らずね、ドラマとかもそうですけど、次に行くまでの動線を作って終わるんですよ。だからすごくうわ気になる、次見たいっていう感じで終わることが多いんで、1話見たらやるかは絶対やめてください。YouTube とかで単発の動画とかだったらいいかもしれません。ただアニメとか、そのまだ次の輪があるやつ、続編があるやつ、これはねもう絶対にね見ちゃいますから。次の輪を
うわ気になる、もう一話もう一話ってやってるうちにね、どん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 時間過ぎていくと思うんでね、ちょっとこの人はね、もう1話と言わずにね、思い立ったらすぐねやってほしいなと思いました。はい、ではラスト、ラジオネーム飛べないひよこ。集合時間が9時で今が8時だから、とりあえず YouTube でも見るか。いやー、やめといた方がいい、やめといた方がいい。これもね経験あるんですけど、やっぱりねちょっと時間に余裕が出るとね、なんていうか、ね、余裕ぶっこいちゃうじゃないですか。で YouTube とか動画とか見始めるじゃないですか。そうするとね結構ギリになるんですよ。やっぱりその熱中してるあまりね時間管理がおろそかになるんで、結局ねこの人集合時間9時でね8時から YouTube 見始める。でまあ見終わってね、例えばまだ20分しか経ってない、じゃあもう一個いけるわみたいな感じでちょっと調子乗って30分動画とか見ちゃうじゃないですか。そうするともう10分前みたいになっちゃいますからね、ちょっと気をつけてほしいし、今の時代はね結構ネットに依存しちゃう傾向がね皆さんあると思うし、僕もあると思うんで、ちょっとそこら辺は気をつけなきゃいけないなっていうね、現代社会のね問題点の一つですからね、皆さんも気をつけください。はい、ということでね、以上5作品が揃いました。それでは結果発表に参りたいと思います。それでは行きましょう。今回のラッコワングランプリは、ラジオネームお一人様ランチ希望。明日は期末テストか、とりあえずこのアニメ1話見たらやるかでした。おめでとうございます。はい、ということでね、先ほどの反省点を生かして今度はこっちでやってみましたけど、どうですか？いや、やっぱりね、僕はねアニメも結構好きで見るんですけど、まあただアニメっていうのはねやっぱり中毒性があるんで、皆さんもねお気をつけてください。ちょっと池坊さん、マイク貸してもらって、いいですかね。ちょっと、ね、イケボさんがね、たびたび今日は登場しちゃうんですけどね。まあまあまあ、イケボになってるかどうかわからないんですけど、まあ、イケボ好きなね、重低音が好きな方はね、ちょっと喜んでるかなと思うんですけどね。すいません。残念がんないでください、そんなね。こんな、ちょっと高めのね、声のやつがね、こう喋って、まあ、高いのかな？高いか。キリンさんと比べたら高いわ。キリンです。こんな感じよりは高いと思うんですけど、まあちょっと残念がらずにね、まだまだ聞いてほしいなと思います。はい、ということでね、スプーンでお聞きの方は容量制限の関係でここまでとなります。なのでまだ聞きたいよっていう方はプロフィールに YouTube のリンクが貼ってあるので、そちらから続きを聞いてもらえればと思います。そしてその帰りといたなんですが、放送終了後にスプーン限定でアフタートーク配信も行っているので、詳しくはラコヒマツイッターをチェックしてみてください。そしてラコヒマ聞いての感想をハッシュタグラコヒマでつぶやいていただければと思います。ということで YouTube の方は引き続きラコヒマをお楽しみください。ラコの話で暇つぶし。はい、続いては月替わりコーナー、ラッコード。8月は坂口健太郎さんが主演でやっているコード誓いの代償というドラマにちなんで、あなたがコードに何を願い、その代償にどんな任務が課せられたのかを送ってもらっているというコーナーです。それでは3通紹介していきましょうということでね、いやーいつもねまあだいたいコーナーの後にね、話を広げようのコーナーか、平成生まれは共感するコーナーか、ゲストコーナー、どれかをやるんですけど、ちょっと今日ねやっぱエピソードトーク話しすぎちゃいました、すいませんなのでちょっとそこカットしてね、月替わりコーナーやっていきたいと思うんですけどコード見てます？皆さん、まあ坂口健太郎さんが主演でやってるんですけど、そのね一個前のドクターチョコレートを実は僕見てたんですよ。ラジオでは一回もね話題に出せなかったんですけど、実は密かに見てて、それも坂口健太郎さんとね、あの子役の子がやってたドラマなんですけどね、医療ドラマなんですけど、あの面白いなと思ってたらね、また次のねドラマでもね坂口健太郎さんがね出てきて、すげえなーと思って、この人ずっとドラマ撮ってるなと思ってね、感心しちゃったんですけど、このねドラマどんなものかって簡単に説明すると、まあ、坂口健太郎さん演じる二宮は警察なんですけど、まあそれの二宮のそのなんていうかね、婚約者が
臼田あさみさん演じる七海優香さんなんですよね。でこの七海優香さんがある事件を追っていた時にある日ね殺されちゃうんですよ。で二宮はやっぱ自分の婚約者が殺されたって言ってね、その事件の犯人をこう捕まえるために動くじゃないですか。でその時に出会うのが、まあ、椎名一樹っていう染谷翔太さんがやってるね、あの椎名っていうフリーのね記者の人なんですけど、この人がまあそのコードっていうなんかそのアプリをね追ってるんですよ。で二宮もそのコードを一回ね友達から送られてきて使うんですよ。でこのコードっていうのは自分の願いをこう打ち込むとその願いが叶うっていうアプリなんですよね。でただしその願いを叶えた後は代償としてそのコード側から送られてきて指令をこなさなければいけないっていうのがあるんですよ。でそれのコードをシーナっていうフリーの記者はずっと追ってて、でそれを追うために二宮にたどり着いて二宮と接触するんですよね。でそっからあの話は始まって、ここからね二宮とシーナは一緒にそのコードの黒幕をこう追っていくみたいなね、そういう、まあ、大まかに言えばこういうストーリーなんですよ。なんですけど今回ねやっぱ二宮がねもう昔から仲良くて親友と言ってもいいほどの関係のなんだっけな、桃田、三浦貴大さんかな演じる桃田っていうやつがいたんですよ。でその桃田がねまあいろいろもう結構輪が進んじゃっててあれなんですけど、桃田もコードを使ってたんですよ。で桃田は桃田でなんか違う犯人を見つけるためかなにコードを使ってたんですけど、もうほぼ結構願い使っちゃって、コードっていうのは3つ星があるんですけど、それの星がなくなって次の任務を失敗すると殺されちゃうみたいなね、感じなんですよ。でそのコードに願いを叶えてたの任務があるんですけど、その任務が使えば使うほどどんどん過激になっていくんですよ。だからこの人を殺してくださいとか銀行強盗をしてくださいとかね。でこれなんでかっていうと、そのコードはそのコード利用者を使って願いを叶えてるんですよ。で例えば誰かが1000万欲しいって言うじゃないですか。そしたらその1000万を捻出するために誰かはその銃を用意する、誰かはその銀行強盗をするための車を手配するみたいなのをどんどん繰り返してって、でその実行犯もその任務としてこう言われるんだよ。この鉄砲と車を使って銀行強盗で1000万を強奪してきてくださいみたいなね、そういう指令が来て、でその強奪された1000万円を最初に1000万円欲しいって願った人のもとに届けるみたいな感じのシステムなんですよね。だからコードってアプリを使ってみんながこう動かされて誰かの願いを叶え合ってるみたいな、そういう感じのシステムなんですよ。だからなんかこれを使ってね、その桃田が二宮を殺してくださいっていう指令が来ちゃうんですよね。だけどやっぱ桃田ってもうずっと仲良くね信頼し合ってる仲じゃないですか。だから最終的にね こいつは殺せねえみたいな感じで思って自分でピストルで自分を撃っちゃうんですよね。だからそういうシーンもあったりとかして、あとはやっぱ女の人が出てくるんですよ。誰だっけな、三輪っていう松下奈緒さんがやってる三輪っていうね女の人、この人も二宮をね殺そうとするんですけど、でもそれも任務でね、実はその三輪っていう人はその子供がね病気で、で心臓移植しないと危ない状況ですよって、でその心臓移植するには3億円ぐらいかかりますよみたいなね感じで、じゃあもうコードを使ってお金を稼ぐしかないみたいな感じ、そんな感じでコードを利用しててみたいな、だけど二宮に捕まっちゃって、で今いろいろ起きててみたいな感じのストーリー展開なんですけど、やっぱりねなんか便利なものにはやっぱ副作用があるんだなってね、薬とかもそうじゃないですか。人体でね悪い部分をこうに効く効能がある反面、やっぱ副作用でね眠くなっちゃったりとか吐き気があったりとかね、そういうのあるじゃないですか。だからやっぱ何事にもね便利なものには副作用があるんだなってね、そんな感じで思いながらねこう見てるんですけど、まあこんなことをね話してるとね、平成生まれは共感するコーナーを削った意味がなくなっちゃうんでね、早速コーナーに行きましょう。はい、では行きます。ラジオネーム英才教育の末路、コードに大金が欲しいと願ったところ、
家に宅配便が届き、開けてみると求人票がたくさん入っており、任務に働けと書いてありました。優香を殺した犯人は誰なんだ。うわぁ、これはね、もう働けと言われてますね。もう大金が欲しい、じゃあ大金がすぐもらえるんだと思ったらね、求人票がドバドバドバってね送られてきてね、こっからいいね時給のとこ見つけて働けばね大金手に入るよみたいなね、感じなんですかね。いやいやいやっていう誰か叶えてくれるんじゃないのみたいなね。いやいやいや、大金がポンじゃないのみたいな。ある日ね起きてね、玄関先に1億円がありましたじゃないのみたいな、自分で働けってことかみたいなね感じで思っちゃいますよね。いやーでもこれはその通りだと思いますよ。はい。まあ簡単に手に入ったねお金なんてね、多分すぐ消えると思うんでね、地道にね働いた方がお金のありがたみもね分かってね、いいんじゃないかなと思います。はい。では続いて、ラジオネームこたつはホーム。高度に平和を願ったところ、任務で無人島に行けと書かれており、船に乗って無人島で平和な生活が始まりました。優香を殺した犯人は誰なんだ。うわぁ、これはね、まあ理にかなってますよね。やっぱ平和、平和って多分平和じゃないっていうことは、まあ例えば戦争とか、なんか人のいざこざとかね、だいたい人と人がこうなんか対立し合ってるから平和じゃないみたいなことあるじゃないですか。だから人が誰もいない無人島に行けば、それは平和な平穏な生活を送れますよね。まあちょっと生活するのが大変かなと思うんですよ。最初の頃はね、火を起こしたりとかね、食料を取ったりとか、そういうのは大変だと思うんですけど、それを乗り越えちゃえば、多分無人島で平和な生活を送れると思うんですよね。だからそれを見越した高度の運営者は、じゃあ無人島に行けってね、そこで勝手に平和に暮らしてろみたいなね感じなんですかね。まあこれはちょっとね、なんか真理をついた任務だと思うんでね、すごくいいなと思いました。はい。ではラスト、ラジオネーム天井裏は道。高度に過去に戻りたいと願ったところ、任務にゴミを集めろと書いており、無事に過去にタイムスリップできました。優香を殺した犯人は誰なんだ。うわぁ、これもしかしてですけど、ドクさんですかね。ドクブラウンのところに行ったんですか。で、デロリアンに乗って過去にタイムスリップしたんですかね。だって、ゴミを集めろっていうことは、まあ多分、そのゴミを燃料として、デロリアンって、バックトゥーザフューチャー2か、2ぐらいかな ?2 ぐらいからこう改良されてるじゃないですか。だからゴミを持ってドクのところに行けば、燃料としてそれを使ってタイムスリップして過去に行けるじゃないですか。ドクじゃん。ドク、ドク、脅してくれよ。ドク、なんだいマーティちょっと喉がいかれそうになった今。なんだいマーティ、どうしたんだマーティ、何をしている、早く戻るんだマーティちょっと似てる、似てない。まあそんなことは置いといてね、喉が潰れちゃうんでね。今の僕の喉はね、ガラスの喉ですからね、ちょっとこれ以上はね壊させないようにしてほしいなと思うんですけどね。まあでもね、毒に会えたらいいな。僕ももし人生で一回誰かに会えるって言ったら、ドクブラウンに会ってみたいですね。で、いろんな話聞きたいなって思っちゃいます。タイムスリップのデロリアンを作るまでの過程で、どういう感じのことから思いついて、どういう過程で何を思って作ったのかみたいなね、ちゃんと根掘り葉掘り聞きたいなとか思っちゃいますよね。やっぱり自分の知らないことを知ってる人って、なんかすごい魅力的だなっていうか、なんかどんどんもっと聞きたいなって思うじゃないですか。だからね、僕も過去にタイムスリップしてね、もし毒みたいな人がいたらね、ちょっと毒に会いたいなとか思っちゃいますね。はい。ちょっと話の趣旨とはずれましたけどね。とりあえず今回はね、これぐらいにしておきましょう。はい。ということでね、二宮さんはすぐコード使っちゃうからな。二宮さんもコードの使いすぎには注意してくださいね。ということで一旦休憩です。ラッコの話で暇つぶし。はい、エンディングも近いということで、ここで少しお知らせを挟みたいと思います。今のところこのメールはすべて私ラッコを考えていますが、もしラジオメールを送りたいと思った方は、ラコ暇ツイッターの DM にラジオネームをつけて送ってきてください。そして次回のコーナーは、せっかちな人あるあるグランプリです。
せっかちな人ってこんな感じだよなということを DM に書いてもらえると、採用された方は次回のラジオで使いたいと思います。なのでぜひ気軽に送ってきてください。コメントを待ってます。ラッコの話で暇つぶし。はい、エンディングです。ということでね、まあ前回のラジオが結構長くなっちゃったんで、今回は短めにしようかなって思ってたんですけど、もうこんな時間ですね。多分結構いっちゃってます。1時間半ぐらいいくんじゃないかな。またちょっとすいませんって感じなんですけど、まあちょっとね、今日は小話をしてね、ちょっと終わりたいと思うんですけど、この前ね、なんかそのちょっとなんていうかな、ドラッグストアに買い物に行ったんですよね。でまあドラッグストアって言っても別にあれですよ、ポイントがつくからそこで水とかお茶とかね、お菓子とか買ってるってだけなんですけど、それでドラッグストアに行って、まあお会計のところに来てね、まあ、僕2000円札を、まあ、1000円札を2枚出してお会計しようと思ったんですよ。で1000円札2枚出したんですよね。でその時に1個ちょっと折れ曲がってるやつがあったんですよ、角がね。だから僕はちょっとさっとそこを直してからポンってそのなんていうかな、受け皿に置いたんですよ。で店員さんが、あ、2000円でよろしいですかって言われて、はいって言って、でそこのドラッグストアのレジって自動生産機というか、なんか勝手にお札をセットしたらパッパッてこう読み込まれるみたいな、で勝手にお釣りが出てくるっていう、あの最近の感じのレジなんですよね。でその店員さんがね、僕は直したといえどちょっと心配だったんだろうかね、折れ目のところをねまたちょっと直して、で機械にねこう読み込ましたんですよ。したらお札がねパッパッて入ってたんですよね。でまあ野口、これからいろんなね大変なことがあると思うけど頑張れよって思いながらね、こう見送ったわけですよ。自動生産機の中にね入っていく野口をね見送ったわけですよ。でね、こうパッパって読み込まれたんですけど、なんかその警告音みたいなのが鳴ったんですよね。なんかどんな音だっけな、忘れちゃったんですけど、なんかブーみたいな感じで多分鳴ったと思うんですよ。で何の音だと思ってで見てたら、その店員さんがあれみたいな感じにやってるんですよね。であれ、これあのカラオケの店員さんみたいだなと思いながらね、まあこの話はカラオケ行く前なんですけどねまあうろたえてるなと思って、でどうしようどうしようみたいな感じで思ってたら、なんかピンポンパンポンみたいな感じでね、この店内放送流れて、従業員はなんちゃらなんちゃらみたいな感じの流れたんですよね。で、今この人呼んだみたいな感じで思いながらね、でまたちょっとどうしようかなみたいな感じでやってるんですよね。で僕はずっと待ってるんですけど、したら他の店員さんが来て、どうしちゃったのって言って、あ、ちょっとこれがみたいな感じで、あー、はいはいはいみたいな感じで、そのレジをねガッて開け始めたんですよ、中を、レジの中をねバーンって。でなんかこうなんとかな、レジを引き出すんですよね。引き出すと中からこうバーってちょっとな長いレジになるんですよ。ちょっと重長なレジになるみたいな感じで、でそこからこうお札のあの入ってるところをパカッて開けたんですよ、その人が。そしたらお札がバーって入ってて、もうめっちゃ入ってんじゃんと思いながら見てたんですよ。したら1枚何円入れたって聞いて、あ、2000円ですとかって言ってたんですよ。したら1枚はその札束の中から1枚取って、でもう1枚は入り口付近のところの扉をパッて開けたら、そこに詰まってたんですよね。だからあ、やっぱ折れ曲がってんのいけなかったかなと思いながら、野口の最後の抵抗かみたいな野口もやっぱ行きたくねえ、俺は行きたくねえ、俺東京に行くのは嫌だみたいな感じで、ちょっとなんかなんていうか電柱にこうしがみついてね、俺は行きたくねえみたいな感じ、やってたのかなって。おいおいおい、俺に恥かかせんなよ、お前はすんなり東京に行って活躍してこいよってね、思いながらねこう見てたんですよ。したらすんなりね野口は取り出されてね、で扉も全部バンって閉めて、レジもグッてね、また面長から小顔になってね、でとりあえずじゃあこれでっつって、でまた読み込み直したんですよ。そしたらその時はやっぱりもう観念したのか、野口はねススって入ってってね、で小銭となって出てきてね、すいませんでしたって言ってね、お釣り渡されて、でそのもう一人のね最初の店員さんの方もちょっとすいませんみたいな感じでちょっと頭下げてたんでね、僕もね大丈夫ですよっていうちょっと満遍の笑みで、全然気にしてないですよっていうのを伝えるためにね、満遍の笑みでね会釈して、でね帰ったっていう話なんですけどね。
いやーまさか野口があそこまで粘るとは。いやいつもだったらねスッスッっていくんですけど、ちょっと今回の野口はね自我が強かったんですかね。やっぱ僕がね愛着持って育てた野口だったんでね、ちょっとね行きたくないっていうねちょっと子供がだだこねるみたいなね感じになっちゃったんですけどね、まあでもこういうこともあるんだなってね思ったっていうそういう話です。はい。なんで皆さんもね野口とかね諭吉とかね、樋口さんをねこう可愛がるのもいいんですけどね、可愛がりすぎるとね僕は行きたくないみたいな感じでねこう詰まっちゃうことがあると思うんでね、ぜひお気をつけください。はい。ということでね、このラジオは全国200ネットでやっております。YouTube とスプーンでやってるんですけど、 YouTube の方はチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いします。そして、この本編放送終了後にスプーン限定でアフタートーク配信も行っているので、スプーンのアプリをダウンロードしてぜひ聞いてほしいなって思います。そして、インスタグラムの方では毎日スイーツトークをやっていて、金曜日にはリール動画も上がっているというのと、ラジオがガルアップされる日のアメブロは、日常系のことも書いているんでね、ぜひそちらもチェックして概要欄からチェックしてほしいなって思います。はい。もう最後の最後にね頭が回らなくなってきてますけど、はい、ちょうどいい終わり時だったのかなと思ってます。はい。ということでね、まあまた来週もやると思うんでね、ぜひ暇つぶしに聞いてもらえたら嬉しいなって思います。ということでじゃじゃい。